ちは。ワンダーチャンネル新設移設シリーズ、新設移設シリーズでは毎回面白い本をピックアップ。世間ではまだ新設や定説ではないけれど、説得力がありとても刺激的で面白い本を紹介していきます。今回は産後館から発売されている小籔浩二郎さんの食品業界は今日もやりたい放題です。2012年8月に発売されて以来、食品メーカーの研究者からの内部告発ということで、消費者に衝撃を与え、添加物について考えるきっかけを与えてきました。それでは早速、今日のワンダープロフェッサーを紹介しましょう。食品会社の研究者、小籔浩二郎さんです。よろしくお願いいたします。小籔です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨今は食品の偽装で賑やかなようですが、はい、今回の偽装というのは直接健康に関わるようなものではありません。まあ、一部アレルギーの問題はあるんですが、添加物というのは直接健康に関する問題でして、今日お話しするのはそういうのは非常に有意義なものではなかろうかと。よろしくお願いします。そしてワンダーチャンネル、ワンダープロデューサー、ワンダー大塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小籔さん、こちらの食品添加物の危険性を言ったり衝撃的な本ですけれども、はい、こちらの本を書くことになった経緯について教えていただけますか。まあ、こういうような本を書くということは、下手をしますと食品業界から追放されることは、そうですよ、ね、当然確固しとかなならんことなんですが、はい、まあ、一応息子も大学出て、独立して、食べていけるようになりましたし、はい、それからいくらかですけど、お金にもゆとりができて、はい、仮に食品業界から追放されてもなんとか食べていけるような自信ができたということで、はい、かねてからこの添加物の危険性について非常に懸念しておりましたので、はい、一大決心で書き始めたわけであります。いやー、この本はね、本当に衝撃的でね、先生が書いていただいたことによって今日これからいろいろ紹介するんですけれども、いや本当に先生が一大決心されたことによって与えた影響って本当有意義だと思いますので。小籔浩二郎の新設移設、ケーキ、かまぼこ、ソーセージ、パンは添加物まみれである。いきなりですね。いきなり来ましたね、はい、まずその前に、はい、ケーキ、かまぼこ、ソーセージ、パンというものの作り方を考えてみたいと思います、はい、いずれも原料に水を加えてこねて作る食品です、はい、これが共通しているわけです、はい、水を加えてこねるという段階でいろいろな添加物を加えることが可能なわけです。なるほど。そこへ添加物屋が目をつけます、はい、つまりこういう業界は添加物屋の餌食になりやすいという食品業界であります、はい、いうところが非常に大きな特徴があります、はいはい、それは粉だからもう分からなくて水で混ぜてしまえば、水で混ぜてしまうわけですから、水で加えて混ぜるという段階で、はい、いろんな添加物を加えることが可能です、はい、そこで添加物屋がこの食品にはどういう添加物を入れたらいいかというのを一生懸命研究して売り込みをかけるわけです、はい、で出来上がったのが結局も添加物まみれ、添加物てんこ盛りという状態の食品ができるわけであります、はい、先生、例えば具体的にこうケーキってありますけれども、はい、ケーキを例に挙げるとどんな製造過程でどんな形で、ケーキによるんですが、いわゆるスポンジケーキと言われるものの場合には、はい、パンと違いまして発酵という過程でこのいわゆるスポンジ状の小さい穴ですね、はい、これを作るんではなくてベーキングパウダーとか膨張剤とか言われるものを使って、膨らますわけです、はい、それでその膨張剤であります、ベーキングパウダーとも言うんですがの中には炭酸ガスを発生させる原因となるその重曹、炭酸水素ナトリウムですが、はい、これが主になるんですが、はい、これを使いますとアルカリ性になりますのでちょっと味に影響が出るわけです、はい、それを和らげるために例えば硫酸アルミニウムカリウムという物質があります。分かりやすく言いますとミョウバンです、はいはい、
例えば隣の美人のお嬢さんあたりもよく、はい、お体の手入れに病板を使われることがあるかどうか知りませんけども、はい、そういう類のものでして、はい、それが現在では、特に子どもの場合の脳の発達障害を起こすということで、自粛してくれというように厚生労働大臣の通達が出たんですが、禁止のになってるわけじゃないんですけども、そういうのはいろいろなものを使います、はい、一番恐ろしいのはそれですが、プラス色ですね、ケーキのもうとにかく色をつけるとダメだということで、合成着色料、しかもそれをブレンドして加えるということがあります、それからしっとり感を出すと、ケーキの台がカサカサじゃ困りますから、美しいお嬢さんの肌のようにしっとりしてそのためにはこの保湿剤を使うわけです、ソルビトールという、これは合成のソルビトールですが、合成品ですが、これはしっとり感を保つと同時にほのかな甘みがありまして、ケーキには非常に使いやすいんですけども、美味しいそのパンとかその、ケーキのスポンジの部分ですけど、その部分の要はみんなその歯ごたえがいいとか甘みがあるっていうのは、あの辺は全部合成の化学物質が多いわけなんですかと考えていただいて結構だと思います。一部には還元水飴といいましたのがややこしいのがありまして、これは今の法令上は食品扱いになったんですが、私の考えではこれは合成の添加物です。ですから今言われると同じように法令では食品なんですけど、実態は合成添加物です。そういうようなものも使って、ほのかな甘み、しっとりした甘み、まったりした甘みを出したと思います。あとそうすると先生はそのパンとケーキの土台は同じだと思うんですけど、ほとんどあれはパンなんかふっくらしてますよね、あれはそうすると添加物と先ほどおっしゃった粉で膨らました空気でできているような、そうです。パンの場合はイースト菌、つまり酵母を使うわけですね、で酵母が発酵して炭酸ガスを出す、それで膨らむというのを主に利用しているわけですが、その例えばパンのようなものでしたら、その酵母の発酵をうまくするためにイーストフードというものを、ちょっと後で出てくると思うんですけど、使います。その中には現在認められているのはイーストフードという一文字書いて、イーストフードって書いただけなんですけども、この中に数十種類の化合物が含まれているから、ですか、後ほどちょっとその辺細かく伺いますけど、ソーセージとかまぼこは見るからにね、すごく お子さんなんかこの4つのお子さんがすごく好きなものばっかりなんですけどねソーセージかまぼこいうのは昔から添加物のもうまさに練り物でして、添加物屋の餌食に非常になってきた業界ですね、もう以前はソルビン酸のようなものを使っておりましたが、最近はちょっと控えているようですが、品質改良剤のリン酸塩、このリン酸塩、我々の骨を作るようなリン酸化合物でないリン酸塩がよく使われます、それからもう化学調味料、それから品質保持剤、pH 調整剤といいまして、もう種子、雑多、それから合成甘味料ですね、もう種子雑多のものを加えて取ってますすごい冒頭からものすごいことになってるんですけど、その例えばケーキで言いますと、今土台のスポンジのところはご説明いただいたんですけど、その後生クリームを入れたり、果物を置いたり、チョコレートをかけたり、いろいろあるじゃないですか、その辺はどんな感じなんですか。話すと長くなるんですが、簡単な一例を挙げますと、クリスマスケーキなんかの上にこう、チェリー、桜も乗ってる、どのケーキを買っても同じ色をしてるわけです、鮮やかな赤色をしてる、あれは決して桜んぼの色じゃありません、で色を統一しておくためにと、もう一つは天然の桜んぼをなんかちょっと砂糖漬けにしたようなものを乗せますと色にばらつきが出てきます。なるほど。ですから天然の桜んぼの色を漂白剤で抜きます。抜くんですか。それから合成着色料の、赤色の合成着色料が入った陶液に漬け込みます、そうしますと均一の赤色になります。ですからどのお客さんのも同じ赤色のチェリーが乗っておりまして、だからケーキ屋でバーッとこう、20、30あって全部同じ色してます。同じ色してます。あれはもう一回色を抜いてまた漬けたっていう、漬け直すんです。なるほど。ですからしかも例えばこうライトが当たりましても、しばらくの間色が
退職、まあ移動汗ですね、うん、比較的少ない、うん、いうメリットもあります。